はい、どうも一般人工作室の麦茶です。以前 3D プリンターを使って 2D ケーキ風の小物入れを作ってみました。これが結構完成度が高いし可愛かったんで、また作りたいなと思ったんですよ。なので今回は 2D ケーキの便利グッズを作っていきます。それでは工作開始。はい、モデリングができました。今回作るのは 2D ロールケーキです。とりあえず見た目結構可愛くないですか？果たしてロールケーキがどんな便利グッズになったのか、実際に 3D プリンターで召喚して使ってみましょう。設計のコツは最後に紹介します。今回使う 3D プリンターはバンブーラボの A1 AMS ライトというユニットを使うとマルチカラープリントができます。印刷が綺麗、早い、使いやすい機種でとても気に入っているメーカーです。標準の AMS ライトは防湿化されていないので、自作の防湿ケースを使っていきます。今回使用する材料フィラメントを紹介します。まずメインとなるのがポリメーカー製のフィラメントで、ポリテラ PLA と言います。まあ、いわゆるマット PLA とかって呼ばれる部類ですね。仕上がりが綺麗で積層が目立ちにくく、あと研磨だったりいろんな後処理がしやすい材料です。今回は可愛さ重視でパステルカラーを使っていきます。ほんで他の色の場所は同じくポリメーカーさんのポリライト PLA を使用していきます。まあ、これは一般的な PLA ですね。今回はポリライト PLA とポリテラ PLA を使って作っていきます。ポリメーカーさんの品質はマジでいいし、バリエーションも豊富なのでおすすめなメーカーです。それでは 3D プリンターで召喚していきます。はい、部品が完成しました。それでは不要な支えを消し飛ばします。はい、部品の準備ができました。やっぱこの色めちゃめちゃ綺麗だね。それでは実際に組み立てていきます。この2つの部品をこんな感じに組み合わせるわけなんですけど、何を使って固定するのか、今回はこのピンで固定していきます。このピンはただの丸棒ではなく、板を丸めた形をしています。この形のおかげでバネのように変形していい感じに入ってくれます。それではピンを入れていきます。万力とかで圧入するのが丁寧なやり方なんですけど、とりあえず一旦僕はハンマーで叩いちゃいます。ほんでこのケースの中に入れるものなんですけど、こいつを入れていきます。これが何かというと、巻き尺とかコンベックスとか呼ばれるやつ、長さを測るための計測機器ですね。今回作ってるのはこいつのカバーになります。こいつがこんな感じにちょうど入るって感じ。このクリーム部分を入れなきゃいけないんで、この先端切っちゃいます。ほんでクリームに差し込みます。ほんでスイッチを置いて、本体を置いてクリームを差し込みます。あとはこいつらを閉じればクリームは抜けなくなります。それでは板を上に置いてハンマーで叩いて入れていきます。
TPU っていう柔らかいフィラメントを使ってさくらんぼの茎を表現します。先端をちょっとだけ炙ります。こんな感じに突起をつけたので抜けなくなります。巻き尺の紐を中に刺してピンで固定します。はい、これでどちらも抜けなくなりました。四角い穴に磁石を固定していきます。接着剤はこちらを使用。はい、完成しました。2次元ロールケーキの巻き尺です。とりあえず見た目はめちゃめちゃいいのではないでしょうか。このパステルカラーっていうのかな、この色がいいね。めちゃめちゃ可愛い。それでは実際に使ってみます。このさくらんぼの部分を引っ張ると計測ができます。インチとメートルに対応しています。ほんでボタンを押すと戻ります。完璧だな。何メートルまで測れるんかな。 1.5 メートルまで測れます。インチの方は60インチまで測れるみたいですね。結構クオリティ高いんじゃないでしょうか。ちなみに持ち歩きやすいようにこの部分にストラップを引っ掛けることができます。スマートフォン用のストラップを使うと良さそうな感じがするね。金属製のピンにストラップを引っ掛けられるので結構強度があると思います。磁石がついているので冷蔵庫などにくっつきます。それでは今回の工作のコツを紹介します。まずはマルチカラープリントに関して、バンブーラボの 3D プリンターは樹脂が出るノズルが1つで、色を変えるときは AMS っていうモジュールを使います。なので色が混ざらないよう色の切り替え時にはたくさんのゴミが出ます。ゴミを減らすために可能な限り樹脂の切り替え回数を減らしたいですよね。今回のモデルだとクリームと本体を一体にしても作ることはできます。ただ最初から最後の層まで黒、白、黄色を切り替える必要があります。これではゴミが増えるし印刷時間も伸びてしまいます。なのでクリームを分離することでゴミを減らしました。あとは同じモデルをたくさん並べるのもゴミを減らすいい方法です。たくさん並べても色の切り替え回数は同じだからね。次は寸法について、今回は既製品の巻き尺に合わせてケースを設計しました。ぴったり巻き尺に合わせて全くガタがない状態が理想ですよね。ただ今回の用途的にガタがあったとしても性能に問題はありません。ぴったり収める必要がないなら隙間を大きめに取りましょう。今回の設計での数値を紹介します。印刷時の XY 方向は 0.3 mm の隙間、この方向は精度が出しやすいです。 0.2 から 0.3mm ぐらい開けておけば安心かな。機械部品として売っていない商品は寸法誤差が大きいです。余裕を持った隙間にするのが大切ですね。印刷時の Z 軸方向は 0.5 mm の隙間を開けています。完成時に綺麗に見えるようこの向きで印刷しました。そのため巻き尺に当たる面はサポート面になります。印刷時の誤差が大きく出やすいため隙間は大きめに取っています。
外しやすいサポート材を使うときは隙間は小さめで OK です。部品の固定について、今回はケースの固定に接着ではなくピンを使用しました。接着でも良かったんですけど、試作段階で何度か分解したくなるだろうなと思いピンを使いました。接着だと取るのが大変だからね。ピンにもいろんな種類があるんですけど、今回使ったのはスプリングロールピン。板を丸めた形状です。通常のピンだと金属のただの棒なので、ある程度精度よく穴を開けないと入りません。ただこのピンならピンがある程度変形するので調整が楽です。参考程度に寸法を紹介すると、今回使ったピンの直径は実測値で 2.13mm、 穴は 2.5mm にしています。 3D プリントすると穴は小さくなりやすいので、その分大きくしています。結構便利な部品なので、みんなも使ってみてね。最後はサポート材に関して、サポート材をつけるところを指定してブリッジさせながら印刷しています。こうすると印刷時間と材料の節約もできるし、形状も崩れにくいです。はい、ということで今回は 2D ロールケーキ型の巻き尺を作りました。超絶可愛いし、結構使いやすく作れた気がします。かっこいいものを作るのもいいんですけど、可愛いものを作るのも楽しいですね。 2D ケーキはシリーズ化していこうかな。ほんで今回作った作品はオンラインストアで販売します。気になる方は概要欄を見てね。動画ご視聴ありがとうございました。一般人工作室では一般人から逸脱した何これバカなのって思える工作を目指して活動していきます。また YouTube 配信では普段の動画以上に細かい手順の解説をしたり質問に答えたりしています。よかったら遊びに来てね。それではまたね。